はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていきましょうというテーマでこちらということになるわけなんですけど、今日のテーマはこちら、メンタル不調、 SNS 先生はなぜ全部ストップしたのかということで、まあお話をしていきたいなというふうに思うんですけど、これまああくまで体験ですということですね。まあ松井先生の体験なので、全然そのなんかエビデンスがありますよとか、お医者さんとしてのなんかエビデンスがありますよとか全然ないんで、はい、まあ、松井先生の体にはあくまでこうなったということなんで、こうですね。なので、まあ、皆さんは皆さんの症状があったり、原因があったりとか、まあ、どういう状況があってっていうことがちゃんとあったはずだと思うんで、まあ、お医者さんの言うことをきちんと聞くようにしましょうということになります。で、まあ、もう一個要するに大事になってくることなんですけど、まあ、あくまでこれって今だからわかるんだって、その過去の自分がそれをわかってたかっていうとわからないですからね。はい、わからないですからね。はい。多分これでこういう風なことが気持ち悪かったからこうしたんだろうなっていうことが、まあなんとなくわかるというだけの話なんで、はい。なので実際に本当にその時の松井くんがそういう風に動いたのかどうかっていうのは全然わかんないよと。まあいう感じになります。じゃあなんで SNS 関連全部ストップしたのか。まあ YouTube ストップするのはわかりますよね、単純に。YouTube ストップするのはなんか疲れてんかなんかやなっていうのはわかると思うんですが、まあ皆さんも思う通りなんですけど、SNS 関連がストップしましたっていうことになるんですけど、これ X の方ですね。はい。X の方をストップしたのはなんでかっていう話になるんかって話なんですけど、まあ、別になんかしんどいことがありましたって言ったら、しんどいことがありましたって言って、まあ言えばいいやと思うんですけど、いやー、なんでしょうか。まあ私の X っていうか、見てもらうとわかるんですけど、基本人と絡まないんですよね。基本人とあんまりこう絡みに行ったりとか、人とリツイートするって、まあ最近はそうでもなかったのかな。あ、最近はそうでもなかったですね。最近はそうでもなかったんですけど、基本あんまり他の人のなんて言ったらいいの、X をリツイートするとか引用リツイートするってあんまり実は好きじゃないんですよ。あんまり動画をリツイートするとかわかるんですけど、要はその、なんて言ったらいいのかな、引用リツイートをしちゃうと、その人をリツイートしたってことがその人に分かっちゃうわけじゃないですか。わかります。で、私も要は YouTube 関連でやってるので、まあ変な話、まあ、音無本村さん、エコニュースさんの音無本村さん結構好きで見てるんですけど、結構見てるんですけど、音無本村さんの要するに動画の方でわざわざリツイートするっていう感じを撮るじゃないですかって、あれなんでやってるかっていう話になるんだけど、一つはね、要は媚び売ってるように見えるでしょ、要は。媚び売ってるように見えて、要は、その、なんていうか、チャンネル登録者数を増やすとか、再生回数を増やすっていうふうなことを目的にして、まあ、有名どころの要するに、YouTube 上げてる人と、まあ、要するに、まあ、営業活動みたいな感じに見られちゃうのは、ちょっとどうなのかなっていうふうに私は思うんで、ネットって基本的に YouTube もそうですけど、基本個人個人単位でやるっていうもんじゃないですか。なんで、まあ、あんまりそういうのをしたがらない派閥だったんですよ。で、そうですね、X も実はそんなに好きではない。なんていうんですかね。まあ、その、みんなでやり取りするのは別にそんなに嫌いではないんだけど、別につぶやきたいと思ったことは本当はないっていう、あんまりないんですけど、まあ、メンタルがちょっと不調になりましたよっていう話になった時には、以下3つのことがやりたくなったっていうんで、あ、これは危ないなと思ったんで、ちょっとやめたってことです。まあ、1つ目が、アンチコメントをしたくなる。いや、これね、びっくりしましたけどね、自分が親しい人間であれば、あれほどね、アンチコメントしたくなる。これね、びっくりな感覚なんですけど、自分に親しい人間、親しい人間とかであったりした場合に関して、アンチコメントをしたくなるっていう風な話になるんですね。はい。だから、イメージするんだとすると、ヤッタービスさんと、サッサンあたりかな、大体だと。そうですね、関わってるんだとすると。だから、サッサンとかヤッタービスさんに、だからアンチコメントバカすかなんかやりたくなるみたいな変な症状が出たっていう。まあ、だから、重箱の隅についてそれ違うんちゃうみたいなことを言いたくなるみたいな。だアンチコメントって別に、その、いわゆるみんなが思ってるアンチコメントと、俺が思ってるアンチコメントちょっと違うんやけど、まあ要するに、ただの要するに先生間違ってますよ。これはアンチコメントじゃなくて、なんかもう重箱の隅つついてるかどうかも分かれへんコメントみたいなんてあるじゃないですか。そうそうそう。で、バカとか死ねみたいなんとかあるんですけど、バカとか死ねって私はほとんど思ったことはないんですけど、
まあそういったコメントでさえしたくなるなっていうふうなのがまあありましてね、消えろみたいなね、ああいうコメントってあるじゃないですか。あれコメントするんって何が面白いってしてんやろと思ったんですけど、まあそういうことかっていう話で、まあ要は自分が、要は自分の存在がちょっと不確かな状態になっちゃうと。で、メンタルが不調になってるから不確かな状況になっちゃってるから、自分が消えそうとか、自分が要するになんかどっか行ってしまいそうっていう感覚があるから、それを多分逃げるために相手に言うんですよ、多分ね。で、これ、まずいなと思って、これやったらさすがにまずいやろって思って、要は、他を傷つけちゃうことになるじゃないですか。で、他の人を傷つけちゃうことになるんで、あ、これやめとこうと思って、これまずいやったんです。で、二つ目なんですけど、まあ、ヘイトスピーチをしたくなるっていうね。まあ、ヘイトスピーチがしたくなる。アメリカ人がーとかね。で、中国人がーとかあるじゃないですか。あれやってる人ら見ててね、ずーっと思ったんですけど、何を考えてんやろね。それやってなんか意味あんのかなとか思いながらね、ずーっと生きてたんですけどね。初めてわかりましたね。あ、ヘイトスピーチはしたくなるもんなんだね、これってって思って。あ、だから、いう感じになりましたよね。はい。そして、三つ目なんですけど、なぜかポエムを書きたくなる。もう、まあ、上二つに関してはね、まあまだ、ね、政治関連とか経済関連とか、日々の要するに社会ニュースとか扱ってるから、まあまだ、わかるじゃないですか。まあまだまだ、まあここで決定的だったんですけど、まあもちろん書いてはないですよ。書いてはないですけど、何をしたいかなって思った時に、この上二つまでは、まあまだわからんではない。自分の中で。ああ、なんかちょっと社会のこととかやりすぎて、あ、ちょっと要するにストレス溜まっちゃったかなっていうのを冷静に客観的に見れるんですけど、ポエム書きたくなった時にね、あかんわこれって思ったんですよ。それもね、ポエムがね、また恋愛物のポエムとかじゃないんですよ。ただただポエムを書きたいんですよ。わかります？ただただポエムを書きたいんですよ。要は今日は虹の空みたいな感じのことで、なんかみたいな感じの詩をね、ただ書きたくなるんですよ。ただただひたすらに。都営新宿線みたいなね。都営新宿線って。元八幡はなぜ千葉なのに都営新宿って都営なんだとかね。なんかわけわかんないことを書きたくなるんです。そこに多分合理性はないっていう。なんでこうなったんだろうってなる。はい。まあなんか恋愛の系のなんかポエムを書いてますとか言うんだったら、まあなんか、頭バグってんなとかは思える部分なんですけど、さすがに全然関係ない詩とか短歌とか俳句とかそういうのを書きたいなみたいな状態になって、それもね、書いて別になんかメモしてるくらいだとわかるんですけど、X に投稿しようとした時点で、あ、これは違う。これはあかんわと思って。これはもう X 開いたらあかんわと思って。はい。いう感じになったらね、まぁ、あ、X 全部停止したっていう感じになりますね。はい。っていう感じになります。で、ただ、まあ、これはまあ、怪我の巧妙ではないですけど、まあ、逆にその、まあ、メンタル的に不調があってよかったかなと思ったのが、まあ、一つありまして、アンチコメントをしたり、ヘイトスピーチをする人であったりとか、まあ、ポエム書いてる人であったりとか、まあ、わけわかんないことを言ってくる人に対して、まあ、ものすごく優しい気持ちになりましたね。はい。今まではわからないから、その人たちのことはわからないので、いるっていうのは分かるんですけど、体験をしてないんで、私もね。体験をしてないんで、何に苦しんでるのかが分からないし、何をそんなにあれなんっていう風なのが、なるじゃないですか。だけど、体験したら分かるんですけど、あ、この人らこう、そういうことでなんか、嫌なことがあって、それでもまあ、なんとかしようとして、あ、こういう行動してんだなって思ったんで、まあ、非常にこう、なんか、優しい気持ちになりましたね。はい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 。まあまあ単純にね、まあ私も一緒になんかまあ消えろーみたいなこと書かれても、まあ頑張れっていう頑張れっていうね、あ、頑張ったらあかんのか、頑張らない程度に頑張れっていうね、うん、今日も毎日お前毎日俺のとこでアンチコメント書いてるって、その気持ちわかるぞっていうね、はい、いう感じになるんで、あ、その気持ちすごくわかったね、はい、だからいう感じになるんですけどね、はい、なんでまあ要はこれがまあ要するにだから、もう一回言いますけど、その正当な理由でこうこうこうで、まあ政治のことが大好きで、この政策はけしからんって言ってるぐらいだったら全然いいんですけど、その、それが尋常じゃないようになって、かつその、他の人からそれ違うよって言われても、それは間違ってんじゃないっていうふうに言われても、いや、こうだとか言っても思い込みでバーって言っちゃうみたいな状態になっちゃうと、多分ちょっと、
メンタルの方が不調になっている可能性があるなっていうような感じで、まあ要するにちょっと身体を休めるか、それでもちょっと治らない状態なんだとしたら、まあ医療機関とかと相談するっていうのもまあ大事なのかなというふうには思いますけどね。はい。まあ考えようによってはそれはそうですよね。メンタル不調、そうね。だから仕事っていうようなことに関して言うんだとしたら、メンタル不調なんて起こしやすいところなんて言ったらいくらでもあるからね。はい。まあいう感じになってるんで、まあこんな感じになったということです。はい。まあなんでね、まあもう危ねえなと思ったら私は全部要するに一旦全部バサッと切るんで、はい。で、そういうのをいちいちあの、なんていうんですか、しがみついてどうのこうのするなんてことは俺は一切しないので、はい。切るべき時は切るっていうね、はい。いうふうな感じで、まあ要するに切るべき時はもうバサッと切って、で、被害を最小限に抑えるっていうのを、まあ、やる人なので、まあそれがまあ、まあ良かったかなっていう感じなんで、まあ私も SNS 依存症では全然ないので、はい。まあ、他人が何をしてるかなとかどうでもいいんでね。他人が何をしてるかに興味ありますかって言われても、ないなっていう。さすがにないなっていうね。はい。いう感じですからね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。まあみんなも要するにメンタル等には気をつけましょう。